とだけします。お風呂を沸かしているので沸くまで。また髪の毛で遊んでる。やめて。きなこのうちはいっぱいあったよ。あんた私よりさ、うちわになってるよ。ちょっとお目々拭かせて。噛まないよ。全然噛めないよ。きなこのうちわ、もふもふきなこもあったし、つるつるきなこもあったよ。うん、かわいいね。よかったね。今日も面白いきなこ、ありがとうございました。3日間ツアー、お話ししたツアーと寝たいよ。髪の毛はやめて。熊本の橋くん面白いよな。面白くないよ別に。今日はハーフツイン、そうハーフツインって言うんだよ。知ってる？尻尾かわいいね。楽しかった、何よりです。きなこサマーカットしました。毛玉ができちゃってせざるを得なかったっていうのが正しいです。すいませんね。カルナリマグロ、マグロめちゃ眠いんだが、ちょっとだけするだからお風呂入ってね。いやお腹は空いたけど。アジうやみだー、なんで。きなこ後頭部映しちゃダメで。レニャアジガシマグロ、仲直り。まあまあ楽しそうに遊んでますから大丈夫じゃないですかね。見て見て尊い。ゆうたありがとう。よしゆきありがとう。みんなのこと見つけちゃった。ゆい親の嫁、嫁です。何？カマチョ？いやいねよ、カマチョ好きな。ん？寂しかったの？マシオン、なんで引いたんだ？ありがとうにゃ。誕生日だわ。かわいいかしら。ひーちゃんに沼ってた。お、ひーちゃんだよ。きなこの手でも映らないね。ハイタウチジョン、アイスありがとう。アイス食べたい。何？グーグー言うてる。
キヒロアリのペンギン。カンさん、おしすくたん。おしですー。いた。餃子食べた。きなこちっちゃーい。かわいいね。ゆうすけ、おしでーす。リップタン、サバ、ぴょんこちゃん、ありがとう。いった、いった。ヘミヤン、面白いな。いった。謝って。あなたのせいで傷だらけよ。私お腹の傷治ってる？え、嘘。え、本当だ。気づかなかった。見つけたい。みんな玄関バトルするか。変な動きしちゃう。体力お化け。いやでも皆さんもじゃない、私でも自分でも体力お化けだなって思いました。なんかなんかすごい。モグありがとう。インブイー近く来すぎて。おいしだしーぽん。かわいかった。ピンクタコさん見てましたよ。はい、ちゃんと浮気してないか見てますよ。こうやって、わあ、コウさん生きがいたわ。ありがとう。とっても生きがいなんだ私。生きる、君のために生きる。その子さんの写真を保存するにどう。お、燃えてる。牛丼さん並んでそう。日曜日だしね。好きな給食、唐揚げ、唐揚げパン。あーでもね、揚げパンかもやっぱ。ありがとうにゃん。やっぱ揚げパンかも。訂正して。漏れない時ある。ありますよ。なんか帰宅するの早って言われてるけど、だからどこでもドアなんだって。宇宙まで言うてますやん。唐揚げって言ってた。あ、やっぱ揚げパンで。汗汗。実は栃木済み。どうですかね。マジで手が可愛い。おててぃの手袋可愛い。そうだよ、きなこ可愛い手袋。きなこ、あーあ逃げた。きなこ、揚げパン美味しくない。見つけるよ、みんなの顔。きなこーん、かまってよー。寂しい。きなこの後頭部のファン、よかったね、きなこ。
中揚げパン好きだよ。おお。おお、突進してくるやん。なんかさ、ツアーの話したいけどネタバレになっちゃうからできないんだよね。今日昼公演迷子になって2回も、どっちもなっちゃんに呼ばれた。こうやって、おー、落ち着いてー。推し編だと怒られちゃうよ。なっちゃん迷子なした。めっちゃ面白い話があって、いや面白くないかもしれないんですけど、私は面白かったんですけど、とある曲でね、とある曲で私がね、1サビで1サビで迷子になっちゃったの。そしたらなっちゃんと隣なのね、その時、その立ち位置が なっちゃんが私のこと見て笑ってたの、めちゃめちゃ。そしたらその曲の2サビでね、今度はなっちゃんが超意味わからないところにいてね、で私はそれに気づいてなっちゃんガン見してたの。えってな、そこにいんのなっちゃんってさ、なっちゃんがなんか踊りながら移動しててしれっと無理だってバレるって、うーめっちゃなんかもう何がおもろいって一曲の中で起きてるっていうのが本当に、さっき私が迷子になって笑ってたくせに迷子になってやんのって、もうそこで2人でちょっとツボってましたね。うん、え、夏はイケメンだったよ昨日、まあ、眺めちゃったもん。えっ、ー、顔がいいねって。ヒーミルエピソード、とある曲でミレイと目が合うとこがあってね、ですごい私はミレイの方を見てるけど、ミレイ見てて、ミレイはこう前を向いてて、私が後ろ向いてて目が合うんですよ。でなんかめちゃんってんって言ったりとかいってやったりとかしてたら、なんかミレイも返事するじゃん。それにで私は別に映ってないけど、ミレイのその顔は抜かれてるっていう私は見えないけど、ミレイのそのみたいな顔は映ってんのまあ どこの曲かは秘密ですけど、秘密だよ。何よ、推ししか勝たん、推しでーす。浮き輪とシャボン玉でそう遊ばれちゃってさ、なんか舐められてる。短冊いつもえ、そうだよ、食べたいシリーズだから集めてね唐揚げが好きな蟹座の大型、結婚していいよ、呼ばれちゃう。うん、浮き輪で遊ばれた。シュートくん嫁でーす。ふなっしーの前でなしってともぐいちゃうの、そういう意味で書いたんだよ。モグめっちゃ可愛い、ありがとう。近かった？切り抜き見て笑ってます。最近切り抜かれてない。良平面白い女、面白くないよ。お風呂沸く、沸かないでるよ、ちゃんと入るから寝ないで。梨の妖精だって梨じゃないんだって。なんだ、きなこお風呂だって。ちゃんちゃら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 、面白くないですって。別に実家と一緒、うん、だって住んでるでしょ。掃除した時ミレイと電話したし、なんか掃除しすぎてする時もあるし、しない時もあります。他の子の装備してても見ててくれたら目合わせるよ。
私ここにコーラーリングできてね、もうめっちゃ痛くて、今日餃子が染みて、だからちょっとしか食べれなかったの。だから髪の毛で遊ばないでって言ったでしょ。このちっちゃくなったきな粉やめれ。ここにここにこうなるの。はーい。半になったら終わるね。じゃあ、中アレルギーっていうか、私でもきな粉触って顔触れないよ。自分の目とか触ったら終わり。こっから下だけなら触れられるけど、こっから上はダメなの。タイプ C、 面白いな。面白くないですよ。ゆうすけ生きがいですよ。タワークキー明日やれたらやりたい。時間を作って、今日は頭が回らない。もうちょっとみんなにパワーをもらったけど、与えてもいるから、ちょっともう動けない。一番良かった、本当にありがとう。サジオガメリース、カズナリ推しです。ねえ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 、やめ、私だよ、なんで叩くの、私のグッズ。ねえ、シュシュ遊ばないで。あるじゃんおもちゃ、そこにアヒル。今日なんかちゃんからレシもらったけど、鈴木からもらってない。え、それよそ見してるってことですよね。つまり顔触ったけど、もう痒くなっちゃうよ。お風呂入る。クロスライブ楽しみにしてます。リオンありがとう、ありがとう。ねえシュシュどこやったの、遊んだら戻すんでしょ。ねえねえ反省して。腕刈り刺されてるよ。きにゃこあ、やばい、見て顔にナスつけちゃった。あ、やばい。終わったよ。いつもやっちゃうんだから、痒くなる。いつもタイプ C、 面白い女、面白くないですよ。リストバンドって何ですか。あ、グッズですか。ため息つきたいのはこっちだよ、きなこ。なんかすごい丸刈りにしちゃったせいで、ちょっと待ってね。何の話してたっけ。え、なんだっけ、どこまで言った。あ、いた、プチって言った。あ、丸刈りにしたせいで、こう今まであった毛はクッション代わりだったから、突進してきても別に痛くないんです、そこ。でも今はクッションがないせいで、突進されるとうっってなる話。ごめんね、なんか絡まってんな髪の毛。その話を一昨日聞いた。私同じ話3回するんですよ。
メンバーに言われる。ミレイに、ひーちゃんその話3回目だよ、ごめんね。終わった髪の毛終わっている。昨日ハンバーガー食べたよ。お部屋綺麗です。5回くらいしていい？ありがとう、優しいね。部屋掃除したぜみたいに言ってるのにさ、見てよ、なんか両サイド散らかってて無理意味がわからない。畳は綺麗です。これからも一番。そうして、カズキありがとう。ハートのペンライトってやっぱそうだったんだ。なんかさ、ももきゅうのペンライトかなって思いながら見た。今日なんかめちゃめちゃ恥ずかしいんだけどさ、スケブが見えてさ、なんか私にスケブが向いてたの。遠くだったけど私にスケブが向いてたからめっちゃやったのね。レスしてなんか全然鈴木じゃないブブス着てた。多分見てないわ、その私がやったレス。ショックスケブが私を向いてたのに、だからやったのに、なんかよく見たら全然喜びもしないからって思って、でちゃんと見たら全然違う名前書いちゃった。もうビクともしない、私がってやったのに、もうなんか何にも、あれ、シュートくん聞かせていいよそうだよ。じゃんけん勝ったのでご褒美ください。なんかさ、今日さ一生じゃんけんに負けてるんだけどさ、でハートこうやってやるのだよね、見えるよ、めちゃめちゃ。スケブ見えやすい、うーん、正直距離によりますけど、まあ大きい文字だ、圧だけとかだったら見えますね。ねえきなちゃん、きなこの顔がいっぱいあって嬉しかったよ今日。きなこ、かわいいね。え、そう、圧ってスケバありますよたまに。あ、ピコってる、ちょっとどうしよう。かわいいねきなこね、かわいい。髪の毛好きね、いる、そっか私が丸刈りにしちゃったから髪の毛好きだねきなこはね。ハチマキまあ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 、そうですね、なんか客席が照らされるタイミングとかあるんですよ。圧に対してのレス、カズナリ結婚していいよー、マジで可愛いね、この持っててお気に入り、その持ってて私も欲しい、見てよ。殴られた、かゆいゆうすけ結婚していいよー、痛い痛い、
信じられん、ひどすぎ。なんかきなこって私の手にしがみついてくるとき、こうやってこうやってくるんだけど、なんか今のこの状態でやられるとちょっとおもろい。ほら私の手につかまりな、持ち上げてあげるよ。はいはい、ああ、あちょっと手の力が足りないんじゃない、持ち上げれない。ほらお頑張れ。あ手袋みたい。お風呂、うん大丈夫。筋トレしたい。ツアーで鈴木ひとみ始まってるんよ。本当かな。ショート絶対しない。猫トーク、あでもしますよ猫トーク。ほら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 捕まって、ちゃんときなこ、きなこ捕まって、ほらかわいいね、捕まってちゃんと。無理でした。ゆたありがとう。これさ皆さん何タワーなんでしょうか。私タワーすごい溜まってるんだよね。5月13日からはけてないの。明日書く、書くだ。目合ってねよ。久々に彷彿にしたくないですか。私初対面ありがとう。ありがとう。そうか初だったか、初じゃないくらいの感覚だったけど。久々に彷彿にした、暑かった。やっぱ暑かった。心揺らがないで。どうしてそういうことをするの。目が合ってありがたわ。家にいたけど目合ってました。やばすぎ。浮気しないで。対面栃木ありがたわ。ありがたわ。推し変しそうしないで。しそうって分かってたらしないで。餃子の柿の種、うわ残ったかもしれないけど持って帰ってくるの忘れた。私が持って帰ってきたケータリング教えてあげよっか。マジで信じられないかもしれないんだけど、一般家のお菓子とか、なんか一般家の栃木のいちごが置いてあってね、今日そこにあった練乳を持って帰ってきた。練乳だけね、なんかあったから。いちごはほら悪くなっちゃうからね。なんだよ、やばい、もうこんな時間だ。じゃそろそろ。マモもマモ、ええ待って、焼きそば食べた。焼きそば、焼きそば食べた。麺が太いんですよ。ねえやめて。ひーちゃんの頭拳、あのね拳っていうのはこれのことやねん。あー嫌がっちゃった。5月3日のタワー、え書いた気がする。え書いてないかな、どうだかね。痛い。ほらお土産持ってますね。そう拳っていうのはきなこの頭のこと。
5月11のタワー。え、私メモにないんだけど、それってどういうことなんですかね。誰かわからないですか、真相。5月3日も11もないんだけどさ、ないってことはその場で書いた説が大きいんだけどさ、何してるんや。千葉公園の映像ありがとう。鹿児島で朝やったやつ、わメモしてない。待って、もう一回言って。5月11、おぎちゃんと一緒に鹿児島で朝ちょっと記憶が早朝牛タン食べたい。17のタワー書いてないですね。13から書けてないな、メモってある。3日は？ヘルヤマヘルオさん、嫁でーす。でもマークが違う。ラーメン食べたーい。早朝のやつ。5時台に配信してた。そういうことや。今日はちょっと明日に書こうかなって思ってます。いっぱいあるから。ありがとうございます。皆さん何してるのね。シュシュはどこやったの。切るサバ。お風呂ね、分かってるんだよね。お風呂に入んなきゃいけないってことは、これ毎日なんだけど、お風呂に入んなきゃいけないってことは多分この世の誰よりも分かってる、今私が。でも、あ、服汚れてる、体が動けない。ねえ、噛まないよ。うわっ、この間100円ショップ行ったけど、これを買うためだけに行ったんだよ。なんでボロボロにするの？まあいいや。好きにして。お風呂に入らないと布団に入れないタイプじゃないんですけど、さすがに2公演したから入んないかはちょっと無理ですね。前は朝風呂派だったけど、でもさすがにライブの日とかは夏とかも。メイク落とさないで寝ることあるよ。でも2日連続寝落ちしちゃった時は肌が荒れました。もうすぐに。だから、え、しかも朝風呂も私は肌がなんかやっぱ夜にこう全てを洗い流すって大事なんですよ。なんかめっちゃ当たり前のこと言ってて悲しくなってきた。だからしかも湯船に入ってこうね、メイクとかも毛穴の汚れから落とすのが大事。はい、だから入ってください。湯船、夜湯船入る時間は寝たいよね。湯船で寝ちゃ危ないよ。つかりな。この話6回聞いた。
え、そう、湯船に浸かると体の疲れも取れるよ。なんか今日の髪型好評だな。そういえばここの触覚は途中でしまいました。もう終わったから、なんか汗で。私の入浴剤はね、なんかアマゾンで売ってるなんか濁り湯みたいな。力強いね。温泉いいよね。何？どうしたの？あ、分かっちゃったの？あ、どういうこと？ちょっと待って。また何したのよあんた。はい。まだやるの？そうそう、だからそうそう終わるね。リフトもメモれてるか。会えるイベント夏にある。え、だるんじゃないですか。しかも何、シングル9枚目のキュースのリリースも決まりましたし、まあ、夏といえばアイドルですからね。アイドルのイベント、トーラーコ、あ、入れたかな。だからあるんじゃないですかね。え、喉、確かに喉はやばいかも。みんなも休んでね。すごい、なんか3日間なんだろう、その生きるって方もいらっしゃって、すごい3日間くださってる方、マジ休んでね。しかもお仕事で来れないっていう方も、つまりお仕事をしていたわけじゃないですか。ゆっくり休んでね、ちゃんと寝なね。どこ住み？宇宙。きなこー、頭の後ろの毛はどこに行ったの？早く伸びるといいね、毛。かわいい。愛おしい。痛いよ。ダメ。ありがとうございます。みんなに挨拶して、おやすみって、はい。明日からも一週間頑張ろうね。クロスレバーありますからね。今日のカラコン、キャンマジのなんだっけな、名前が思い出せないんだ。やつ使ってる。やばい。終わりますね。痛い。突進しないで。13位、カラオケユースケ、会社の方、きなこ揚げパン、ぴっかり。12位、ユースケ、ありがとうぴっかり。11位、モグ、ありがとうぴっかり。10位、カズナリ、ありがとうぴっかり。9位、タイプシン、ありがとうぴっかり。8位、アユナ、誕生日だわかな、合ってる。ありがとうぴこり。7位、リオン、ありがとうぴこり。6位、ユタ、ありがとうぴこり。5位、ダイチ、ありがとうぴこり。4位、メイちゃん、ありがとうぴこり。3位、コウさん、ありがとうぴこり。2位、サジオ、ありがとうぴこり。1位、ヨシユキ、ありがとうぴこり。サバ、誰サバ。リオピ、ありがとうサバ。ありがとう。明日は配信して、
明日もできたらしたいと思ってるし、タワーもかけたら書きたいので気合を入れて鈴木。ということでお風呂に入る、ちゃんと入るから安心して、君の推しメンお風呂入るってよじゃあね、ありがとう、ギフトかあのメモしたから任せてね、おやすみなさい。このまま寝れそう、ここで。ああ、おやすみ、バイバイ、ありがとうございました。じゃあお話し会もいっぱいエゴサするねかっこツイートして、バイバーイ